はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。仕事の方、お疲れ様です。仕事に行く方も、お疲れ様です。頑張ってください。というわけで、緊急動画、動画、独り言ですが、えー、なんと、おそらく、えー、木曜なんですが、 ね、木曜の寝るときぐらいから喉に違和感があって金曜日撮影してるぐらいから喉が痛くなって、えー、撮影は無事終わってねライブ配信もねちゃんと歌歌ったり審査引いたりしてましたが翌日なんと熱発したので、えー、検査をしましたらぬわんと2回目のコロナ陽性でございましたというわけで えー、宮城はね、えー、まだ今日2日経ちますが僕と接触して発症しておりません多分だから大丈夫だと思いますが、えーねーもうまあ、デルタの時も死にかけましたがサットが80代、えー、でも搬送先がない自宅でなんとか踏ん張ってくださいって毎日ねパルスオキシメーター見ながら。 ああさっと上がらねえこのまんま俺は死ぬんだなーって覚悟決めて家にいましたけどまあねそれよりは今回ね今回の変異株まあ軽症化してるのか2回目だからかわかんないですがうーんなんか最初のどもうのど痛くなった時点でコロナだなと。 で高熱バンって出たらインフルだなと思ったんですけど喉に違和感きた時に嫌だなと思ってでまあね金曜日ライブ配信してる時にもう喉痛くなってきたんであこれはもしやと思ってでまた熱も出てないしただのね季節的に突然寒くなったから風邪かなと思ってたら熱がドンってきたので。 えー、すぐお妻さんにも連絡をして職場に、えー、お妻さんはその場で検査して陰性で、えー、僕は自宅に置いてあった、えー、医療従事者用の検査キットで、えー、見事陽性となりまして、えー、それから自宅内っていうかねもうな何なんすかね。週に 一回家出るか出ないかぐらいだと家から全く出てなくてコンビニも10日に1回行くかなって感じでそしてその出かけるのは全て自分の車でで外出時は全ていまだにマスクしっぱなしなんですけどそれでなるんだったらもう防ぎようないっすよねだからもう。 毎日電車とか乗ったり人混み行ったり外食してる人たちでならない人ったかもうこれ運慶っす運ゲーならない人はならないしなる人はねもう何回でもなるっすよどんなに防御しててもでも僕は防御しますけどねしなかったらもっとなると思うんでさすがに3回目はなりたくないんでねもうねもうなって2年以上経ったってところで2回目になって さすがにあれなんですがというわけで、えー、火曜水曜木曜金曜日レビュー動画ありません、えー、僕が調子良ければ独り言動画が入っていきますが、えー、不定期更新になります土曜から多分、まあ、その頃は治ってるんで、えー、土曜日からまた いつも通りの更新に戻りますが、えー、ね、とりあえず、か、えっ、ー、と、月曜までは、明日までは、もう撮ってあるので、えー、この間の金曜日撮ってあるので、えー、おすすめ動画まではやりますが、えー、その後火曜日から予定していたレビューの撮影が一切できないので、えー、まあ、調子いい僕が良ければ、 一人ごと動画が上がっていくと思います。レビューはね、みやびとセットじゃないとできないので、僕一人じゃできないので、まあ、とりあえずなんか、語りたいことができたら語りますんで、とりあえず、えっ、ー、と、28日の土曜日までは、えー、24から27は、この4日間は、 え、更新されないかもしんないし、一人ごとが上がるかもしんないしっていう状態になりますので、皆様すみませんが、えー、今週もね、一回しか家出てないのにね、その時に、うん、ど、どこでなったかもわかんないんすよね。人混みも出てないし、ちょっと車から出て人から、 ね、受け取るものを受け取っただけで、でもその受け取った相手は別にコロナになってないし、ピンピンしてるんで、どこで打つ、その帰りに寄ったコンビニなのかなとかでもマスクしてたしなとか、まあいろいろ分かんないです、感染源が。というわけで、皆さんすいませんが、もう鼻声でわかるでしょ、この鼻声で。あとね、咳がね、出だすと止まんなくなるんで、とりあえず咳が出る前に話しておりますが、まあそんな感じで、 なんと2回目のコロナくじも当たってしまいましたので、えー、まあ熱はねもう初日出ただけで今6度6分とかなんで熱はないんですけどなんかね熱高熱がある時みたいな関節の痛みとかもう倦怠感だるさ頭痛そして咳、ね、もうよくわかんないですねもうよくわかんないでんとコロナはなのでまあ とりあえず皆さんえー、ちょっと火曜日から動画がまた不定期になりますがご了承くださいという動画でございましたというわけで皆さんまた生きてたら。